続いてのティーオフは第1回のコンペで三橋プロのホールインワンに負けた男田中君からの参戦です。ただとも赤大戦代表河本義則、よろしくお願いします。いや、いいですね。これやっぱ言ってもらった方がいいんじゃないですか。これなんか最高にいいじゃないですか。うわ、ごっつ緊張する。ナイスショー。ここで北原プロとのドラコン対決です。みんな見てるぞ。はい、来たらお前ヘアウェイがなかったらここでお前腕立て30回ね。このぐらいプレッシャーかけておけば曲がるから大体。頑張ります。曲がれ。あ、ちょっと薄いかな。ヘアウェイに行っちゃったよ。じゃあ頑張ってきてください。頑張ってきてください。で、まあ僕普段実際トーナメント会場に選手のサポートとか行くときに、いつも聞いてる声なんですけど、なんかこうアマチュアの声アナウンスをしていただけるとなんかまた違った緊張感がありますよね。はい。まあなかなかこういう機会はめったにないんでね。実際僕自身も。呼んでもらいたいなという感じで考えてますけども、はい、ということで今日はですね、第2回のインスタコンペ、おかげさまでもう貸し切りでですね、本当にもう今日は47組8組というすごい組数の方たちに来ていただきまして本当にありがとうございます。続々と、次の組がですねこちらの方に参りましたけども、まあ、皆さんね表情を見る限りもかなり緊張してますんでね。はい、朝一のティーショットやっぱり今見るとですね、やっぱりちょっとガチガチに力が入って、引っかかってる方がやっぱ多いのかなという感じがします。特にこのホールはですね、やっぱり右ご覧のように行ってしまうとやっぱりこう大トラブルになるんでね、やっぱりなかなかこう右に打ち出すのが難しいんですけども、やっぱこういうホールこそやっぱりこうしっかり打つ前にどういう球を打つのかっていうのをですね、やっぱりこう決めて、特に朝一はまあ打つという感じですね。はい、ということで今日はこの後どんな展開になることやら乞うご期待ということで、よろしくお願いいたします。はい、可愛いジュニアちゃんもですね、なんと今日はそうか祝日だから学校休めるんだね。はい、大丈夫、十何万人が見ちゃうけど平気。あ、本当。いや、そうか、オッケー。なんかもう返答が早いから、なんかもう先将来楽しみだね。何、将来の夢は？え、まだ決まってない、いろいろあるから。例えば小説家。小説家、うん。それから看護師、うん。あ、でもゴルファーになってもいい。うん、ゴルファーになってもいいし。うん、すごいね。他にもいろいろあるんだ。そうか、実はね、この おじさんもね、子供の頃はね、実はねアイドル歌手になりたいと思ってたのね。でそれは当然まあ無理な話で、で小学校の作文に将来はアイドルって書いてあったんですよ。こんな見た目なのにね。でそれがなぜかこう今ゴルフをやって、今巷で言ったら YouTuber になっちゃってますけど、実際はプロゴルファーなのね。はい、ということで一応プロゴルファーなので、じゃあ今日は、じゃあちょっとパター、はい、悩んでるの？ちょっと、うん、強くなったり弱くなったりです、ね、加減がちょっとしちゃうのね。 OK、 じゃあねちょっとね練習してみましょうか。でね、そしたらね、例えばね、じゃあこの距離を打つとするでしょ。でちょっとか構えてもらっていい？はい。でじゃあこの距離を打つときに、じゃあ一回、まあ、構えはとりあえず、まあ、最初はどんな格好でもいいからまず打ちます。じゃあ構えてね、いい？でこの距離をしっかり見てこのぐらい打とうっていうふうに頭ですごく考えます。はい、じゃあボールを見て、はい、そしたらそのままボール見てね、いい？そのまま目をつぶってください。はい、今この距離なんとなく頭に残ってるね。じゃあそれを目をつぶったままその残った距離を打ってください。はい、で結果を見てくれる？そうすると、そう、自分の見た目の感覚よりか実際に打ったとが強くなるでしょう。でこうやって目で見て距離を把握したら目つぶって打ってみて、
その距離が合うまで練習すると見た目と感覚がちょっと合ってくるから、はいね、だから必ず構えたら一回もうこのぐらいの距離って頭でインプットしたら目を閉じて打ってみて、あ、大体合ってるってなると自分の見た目と感覚が合ってくるから、そうすると距離感で少し合うようになる、はい、OK、 だからちょっと目つぶって練習してみよう、はいはい、まあ、せっかくだからもう一回やってみようか。じゃあもうちょっとこの距離、じゃあこのぐらいにして、はい、もう一回構えてもらって、はい、でしっかり距離を頭で把握したら、いい、このぐらいかなって把握したら、はい、目を閉じて、はい、打ってみよう。ちょっと今当たんなかったね。ちょっともう一回やってみよう、もう一回やってみよう。はい、もう一回、もう一回、もう一回。もう一回ボール見て、はい、で、しっかり目を閉じて、はい、打ってみよう。そう。おお、OK、OK、OK。意外と入るでしょ。で、今のはたまたま入ったけど、距離感もそんな悪くない。だからそうやってこう、目で見た映像と頭で感じることを常にこう照らし合わせて、この例えば 10m だったらこのぐらいの距離だろうなと思って、ここで目つぶってこの感覚で打った時に合うように合うように練習すると距離感って結構つかめるようになるから、はい、ということで将来もしかしたらプロゴルファーになるかもしれないんでね、小説家になるかもしれませんし、もしかしたらアイドル歌手になるかもしれないということで、頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、バンカーセクションにはですね、まあ、オットチッタのリアチプロが、ご覧のようにですね、レッスンをしてます。ということで、せっかくなんでやっぱりこちらのセクションでもですね、まあ、リクエストがあればちょっとレッスンしていこうと、はい、この下りの右足、左足下がり、はい、はいはい、が苦手、はい、はい、じゃあ左足下がりいきましょうか。では実際ちょっと打ってみてください。はピン方向にいいですか。まあ普通に、はい、普通にアプローチ、はい、どうぞ。いや、うまいじゃないですか。ああいう感じになりますよね。はいはいはい。なるほどなるほど、 OK です。はい、ではねちょっと見てもらっていいですかね。まず、左足下がりのアプローチで今見てて確かにトップします。正直で今トップしなかったのはボールのライがめちゃくちゃ浮いてたからです。はい、じゃあちょっとね、はい、通常こんなにキーアップしてみたいなところにこういうところでは止まらないので、ちょっとこうライの悪いところ、ライの悪いというかちょっと沈んでるところですね。はい、はい、やってみてください。まあゴルフってこう斜面に来たらボールが重たいから重力に従って低いところに止まるんです。大体浮くことってなかなかないから。はい、どうぞ。こうなるわけですね。はいはいはい、まあトップしちゃいますよね。では、ちょっと見ててくださいね。なんでトップするかというとですね、まず一つは覚えてほしいのは、この例えばこのボールがパンってどっかここから、まあ例えばこう、まあ、適当でいいんですけど、まあ、こう来ますよね。こうやって来ました。はい、でこのボールがこの地点に落下したときに、まずこういう角度がこうありますね。はい、角度があります。でこういう角度に対して今こうボールがあるわけです。はい、でここにこう構えてるわけですね。はい、でこの角度に対して構えてて、このままこうやって入ってきてこう抜けてくればトップはしないんですけど、こうやって入ってきてこう抜けるからトップするんですね。はい、そうやって実際打ってるんです。まあそういうトップしてる人もいれば別のトップしてる人もいるんですが、今のトップはこういうトップしてるんです。こういうトップね。ってことはフォロースルーが高すぎるってことです。はい、でフォロースルーをちょっとこう低くする、はい、この斜面に沿って低くするってことが必要なんですけど、なぜ低くできないかというと、バックスイングは鈍角だからなんです。バックスイングをちょっとこう鋭角に、まあ、少しこうクラブヘッドをこう上げて落とす。要するにクラブを上から下にこう落とすっていうことができない。もうちょっとこうやって振ってしまってるので、要するに斜面に対してこうやって振ってしまってるので、斜面なりに振れないからトップするんですよ。はい、じゃあちょっと構えてもらっていいですか。こっち来てもらっていいですか。なので、ここ構えたらいいですか。
ちょっとでいいですから、ちょっといいですか、クラブヘッドちょっと動かします。普段はこうです、はい、動かしてそのまま下に入れてあげればいいです、こうやって、はい、で練習としては、はい、いいですか、振ったら置く、はい、いいですか、振ったら置く、はい、振ったら置く、でこれ置くの大変ですね。そうです、振ったら置く、はい、やってみましょう。そうそう、ほらめっちゃうまかったでしょ。受けました、ね、そうですね、はい、だからフォローをどこの位置に抜くかっていうことを考えて練習すればいい、はい、なのでこういうところでトップしてしまう人は、簡単に言うと、まあ、球を上げようとしてるからヘッドがこう高いとこ行っちゃうので、はい、高いとこ行ったら置くの大変じゃないですか、はい、振ったらすぐ置く、はい、こういう意識でやったら、はい、低いとこに振ろうとしますよね、はい、そうすると左下がりでもうまくふわっと上がります、はい、ということでどこに振るかをか、どう当てるかというかは、はい、どこに振り抜くかを考えてやった方がいいです、はい、多分うまく当てようとすればするほどどこに振り抜くかというか当て方ばっかりに意識がいっちゃうんだけど、はい、どこに振り抜こうと思ってやった方が簡単です。はい、だから逆にアプローチとかはちょっと見てもいいですか、こうどう当てるかっていうよりかはここにフィニッシュ、はいね、ここにフィニッシュってことですね、はい、ここにフィニッシュと、要するにこう斜面の低いところにフィニッシュとってこゴール設定を決めて打ち終わった時にここに終わるっていうふうにやると今言ったようにポンってこう上がってきますから、はいはい、ゴールを先に決めちゃう方が簡単かもしれないです。ということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、じゃあそれで失敗したらもうこうやってねプレッシャーかける、まあはい、ゴールはまず素振りでゴールを決めてください。はい、そうなりますよね。そうです、そうですね、はい、ヘッドを動かしてゴールを決めてください。そう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 です、そうです、そうです、そう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 、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ、ということで、まあこんな感じでですね、本当にあのアプローチエリア、バンカーエリア、それからまあいろんなセクションにですね、プロたちが配置しましてですね、いろんなレッスンを提供しております。まあ、本当にやっぱりこういった意味ではこう多分いろんなゴルファーさんがですね、おのおのにやっぱり悩みを抱えている、まあ、その悩みがですね、今日このコンペに参加していただいて、ちょっとでも、まあ、仮に一つでもいいからね、あ、参加して少しこの部分はなんか不安要素なくなったなっていうふうに、まあ、書いていただければすごく、まあ、主催者としてはありがたいなっていうか嬉しいなと思います。はい。